またカウントしますね。5、4、3、2、1。皆さん、こんにちは。高坊のキックオフ第9回目。本日も始めてまいります。前回までは、女子の FIFA ワールドカップの、日本対スウェーデン戦について、いくつか個人的に気になる部分もお話ししてまいりました。それと、競技者の、用具に関しても、残りの部分、補足も含めて、触れていきました。だいたい試合でもあの程度を気にしていれば、そんなに問題はないかなと。一番大事なことっていうのは、自分、そして相手を含めて、怪我をさせないように、用具としても安全な、っていうのを一つの基準にして判断していただければ、そんなにずれるようなこともないですし、両チームからも、なんでってこともないと思うので、しっかりとその安全性をまず第一に考えてください。審判の方は、それを、意識して、用具のチェックをしてまいりましょうということで、そして、主審に関しても、一部分入りました。で、主審に関しては、非常になんていうんでしょうね、イエローカードやレッドカードが出せる、唯一の存在ですし、また、判断、プレーの結果や得点に関しても、判断する最終の決定権者であるという非常に強い、立場ですので、しっかりと、競技規則を熟知して、そして、いい状態で試合に臨んでいただきたいということでもあります。それで前回の続きなんですけれども、画面を開きまして、その続きの部分から見てまいります。で、今日はですね、一応この、先日実施されました、開催されました、女子ワールドカップの決勝戦、そちらと、この第5条主審の続き、そして、雑談も含めて、やっていこうかと考えております。で、画像を見られる方、YouTube ご覧になれる方は、この目次の部分に、女子のワールドカップのカップですね、これを、写真を載せてあります。本来、うまくいけばということだったんですけれども、なでしこジャパンが持って帰れる可能性があったトロフィーです。ただ日本に敗れたスペインが決勝戦でなんと優勝して、持ち帰ることになったと。初優勝ということでありまして、男女ともにワールドカップで優勝した国の一つになるということでもあります。非常に今回、日本のなでしこジャパン、もう一歩だったんですけれども、いや、本当に。今回本当チャンスだったんですけどね。アメリカ、ドイツがグループリーグ等で、あと1回戦で敗れたりとかして。で、いけるかなっていうのもあったんですが、時の運だと思うんですが、残念でした。で、ですね。ちょっと時間もあるので、このワールドカップに関して、これをちょっと見てまいりたいと思います。で、決勝戦なんですけれども、主審がアメリカから来たペンソさんという女性の方が担当しました。そして、なんと、第4の審判員に開幕戦を主審として担当された山下さんが入られました。これもすごいことですね。男子で言うと西村さんという方が、確か開幕戦、ブラジル大会だったかな？そこでやって、そして、決勝でも確か第4戦をやったかなとちょっと記憶してるんですけれども、女子では非常にもう快挙と言ってもいいくらいで、素晴らしい経験をされたというふうに考えております。
いや、なかなか本来、まあ、決勝戦も接戦をやるっていうのはそうなかなかないので、それでも非常にいい評価を受けたのではないかと思っております。で、しかもさらにこの選手レベルで言いますと、宮澤ひなた選手が、まあ、得点女王、まあ、得点王ですね、5点を取ったということで選ばれています。非常に素晴らしい、なんていうか、個人賞ですね。で、その決勝戦でちょっと気になった、まあ、実証プレイなんですけれども、まあ、個人的には、これ通算の時間で表示しますので、40分頃と、あと55分頃、で64分頃、で77分頃、まあ、4つぐらいかな、まあ、細かい部分もいろいろありますけれども、まあ、自分なりに、どうかなっていうのを、一応4つ挙げてみました。それでですね、まず40分後なんですけれども、イングランドの16番が、スペインの8番の選手の足をまあかけたということなんですけれども、まあ、それがノーファウルで、まあ、イングランドのゴールキックという判定になったんですが、まあ、このシーンは、まあ、映像から見ると、このスペインの8番もですね、この16番、イングランドの16番の、まあ、シャツを、まあ、掴んではいたんですね。で、ただこのシャツを掴んだことによって、そのイングランドの16番のプレーが制限されたかというと、私にはそう見えなかったので、確かにまあ、シャツを引っ張るホールディングに関してはファールの一つなんですけれども、まあ、そこまで影響はないなということで、普通は取らない。ファウルにはしないなと。で、ただ、イングランドの16番が、まあ、そのスペインの8番の足をかけたという意味で、その部分を、まあ、見えてなかったのかどうかちょっとわからないんですけれども、ちょっとまあ、ノーファウルにしてしまったのがちょっと、残念だなっていうのが一つありました。で、前半のアディショナルタイムがまあ1分ということで、非常に、スムーズな流れで、できたのかなというふうに思っております。で、ここで、データがあってですね、前半の、まあ、20分頃なんですけれども、スペインとイングランドのボールの支配率、ポゼッション率なんですけども、なんと8対2と、80%スペインがボールを支配してたという、すごい数字ですね。非常にスペインらしいサッカーだな、というふうに思っています。で、次に55分頃なんですけれども、これがですね、スペインの攻撃なんですけれども、そうですね。これが、ヘディングかな？そこで、イングランドの18番が、ボールに、まあ、スライディングタックルをしていったんですけれども、そこで、折りたたんだ足がですね、このスペインの14番の、まあ、右足に接触したということで、まあ、この14番の選手が倒れて悶絶をして、それで主審がファールを取って、で、イングランドの11番の選手にイエローカードが出たということなんですね。で、世界大会ではですね、全部これ反スポーツ的行為という理由づけになるんですけど、日本の場合は特にラフプレーに関しては強く、まあ、抑止をしたいという考え方で、別の項目でラフプレーという理由づけの項目が設けられているんですね。まあ、世界では全部それも含めて反スポーツ的行為ということで主義されているんですけれども、まあ、日本ではまあ独特のまあ理由づけとしてラフプレーがあるんですけども、で、これ映像で見たところですね。まあ、確かに触れてるのかなと思うんですが、どうもなんか当たってないようにも見えるということで、ちょっと怪しいなという見方ですね。で、このプレーに関しては、VAR は介入できないので、そのまま主審の判断に従うしかないんですけれども、その後のプレーを見ると、この14番は痛さをあまり感じてなかったみたいなので、
ちょっと怪しいなっていうのを個人的に感じました。で、伸ばした足はちゃんとボールに行ってますので、その辺は問題ないです。で、折りたたんだ部分の足で、この14番スペインの方の、まあ、足を、まあ、かけたということなんですけれども、疑問だなというふうに思っています。で、次に64分のプレーですけども、これがまあ問題になっているハンドですね。イングランドの4番のハンドなんですけれども、これはそのプレーの間では主審は気づかずに流れていって、で、コーナーキックの判定をしたのかな？それで、VAR が、チェックをして、介入をしていったので、主審の方に映像を見てくださいということでオンフィールドレビューが行われたと。で、これに関しては、スペインの8番がですね、コントロールして、ちょうどゴール側に向かって前方に落としたボールに対して、このイングランドの4番が、まあ、手で触れたわけです。手のひらだったか、こうだったかな、そのあたりで触れたということで、VTR のその映像を確認したところ、まあ、主審はこれ PK と、いうふうに判断をしたということで、で、前、なでしことスウェーデン戦でやった時のあのハンドとちょっと比較しようかなと思ったんですけど、この、イングランドの4番の選手なんですが、手がもう体からある程度離れてるかなと。で、ボールの方向に腕というか手が行ってしまっているというふうに見えました。で、これはですね、ゴール裏の映像からはちょっとわかりにくいんですが、横からの映像を見ると、明らかにと言いましょうか、手に行ってると。ボールが手に行ってるという映像が、見られます。で、明らかにこのボールをこう、叩きに行ってるような、ちょっと方向を変えるような動きが見えましたので、まあ明らかにこの手の使い方が良くないということで、今回は PK の判定は良かったのかなというふうに考えています。で、この PK の場面において、まあはっきりとは言えないんですけれども、キッカーが蹴る前にゴールキーパーがゴールラインから離れたんではないかなっていうようにも見えました。ですけど、まあ VAR が介入しなかったので、まあなかったのかな。ただ普通の映像から見ると、ちょっとゴールキーパーの反則っぽいなというふうに見えました。で、これがまあもし反則だとすると、まあ注意、ゴールキーパーに対して注意をされて、またやり直しと。PK のやり直しということになるんですが、まあ VAR もおそらく映像で確認したでしょう。問題がなかったというふうに判断されたんだと思われます。で、この新規則になってからですね、ゴールキーパーがゴールライン上の、まあ、当然、蹴るまでいなきゃいけないんですけれども、後ろ足、右側の足がゴールラインの後ろ側に一旦ステップを踏んだというか下がって、で、前に飛び出たんですけれども、これも一応まあ、OK になってます。で、あとまた、前にも申しましたように、ゴールバーとかポストですね、それに、触れてもいけないということにもなってますので、今回の進め方はまあ、良かったかなということであります。それとあとまあ、77分ですけども、スペインの18番とイングランドの5番の自重プレーの中で、スペインの18番が足を上げて、そのボールをこう、まあ、キックというんでしょうかね、しようとしたところ、背後にいたイングランドの5番の方がですね、頭をこう下げて、そのボールに対してプレーしたんですね。で、それで、膝と頭部が接触をして、出血をしていると。ということで、このスペインの18番の方にイエローカードが出ました。で、これに関しても、後ろからだから見えないんじゃないかっていうこともあるんですが、ただ、頭というのは非常に守らなければいけない部位ですので、まあ、
危険なプレーっていうんでしょうかね。怪我をさせるようなプレーをしたということで、まあ、警告イエローカードとなったんですけれども、まあ、これもまあ、安全性を考えると、まあ、やむを得ないのかなと。で、膝をあまり上に上げるってことは、そういう危険もあるので、あまりこう、膝をこう、なんていうんですね、胸よりも上とかですね、上げないようにプレーしないといけないと。ということで、まあ、今回のこの部分、主審の判定は、まあ、良かったかなというふうに考えております。で、これがまあ、ワールドカップの女子の決勝で、自分なりに感じた部分です。でですね、次に、北京の、まあ、前回からの続きですけれども、このイエローカード、レッドカードが導入されたのは、まあ、自分の調べた限りですけども、1970年のメキシコワールドカップから導入されたのではないかというふうに調べたところ、そうなっているようです。で、審判の歴史なんですけれども、まあ、19世紀の中頃ですね。当初、まあ、キャプテン同士で、その判定に対して、こうじゃないか、ああじゃないかということで決定をしていたという。こうじゃ紳士的な、まあ、スポーツと言いましょうかですね。優秀な、まあ、大学同士の試合とか、そういうのもあって、そんなにこう揉めることがなかったようです。で、だんだんそれが、チーム数が増えていって、しまうと、ここでいろんな価値観の衝突とかですね。あって、なかなか解決がつかないということになって、まあ、キャプテン同士ではなくて、第三者の方を、まあ、中立な立場の方を、まあ、仲裁する人、判定する人に立てようかということで、アンパイアができました。で、当時19世紀後半の、まあ、ある大会の決勝とか準決勝に、まあ、2人のアンパイアとレフェリーを派遣したというようですね。で、アンパイアの意見が対立すると、そのレフェリーが最終的に判定をすると、裁定をする。ということになっています。で、歴史がこう動いて、その後、この二人のアンパイアという立場の方が、まあ、スティック、まあ、どんな大きさのものなのか、形状なのかはちょっとわからないんですけれども、それを持って、まあ、アピールをするというふうになっていました。で、レフェリーと呼ばれる方が、笛を吹いて判定すると。で、それは1890年ですね。この頃に、レフェリーが、その選手と同じフィールドに入っていくと。そこで、判定をしていく。で、アンパイアというのは、フィールドから出て、で、旗を持つようになったと。で、今現在のアシスタントレフェリーのフラッグに今つながるものなんですけれども。そして、いろいろともう試行錯誤があって、で、現在のような対角線式審判法になったのが、まあ、20世紀の前半頃のようです。で、対角線式審判法は、まあ、後日またお話ししますけれども、もう、主審のいるところの逆ですね、反対側の斜めの線を基軸に、走ったり、まあ、動いたりする。そういう、まあ、審判法を対角線式審判法というんですけれども、これは20世紀の前半頃導入されたりですね。ちょっと時間があるので、この辺をちょっと、まあ、深く話しますと、要はその、いい位置でプレーを見る、判定するに対して、最もその合理的な動き方っていうのが、対角線式審判法というものです。で、向こう側の副審と手前側の副審と、その主審のその距離がそんなに離れることがなく、遠くなることがないという、まあ、利点もありますし、こう二人で挟んで、そのプレーを違う角度から見られる。つまりその主審から見る角度からですと、向こう側の方が見えない。まあ、死んだ角度というか死角になるわけですね。それを副審が、まあ、見られる。ということで、お互いの見落としが少なくなるというメリットもありますので、非常にこう、有効な動き方かなと。ただ、まあ、審判をやっていくと、だんだん分かってくると思うんですけども、その対角線式に、まあ、囚われる必要はないです。
非常にこう、外に広がることもいいですし、また内側に来るという動き方もありますので、なんて言うんでしょうね。まあ、縦横無尽と言いましょうか。そういう動き方も、まあ、場合によってはできます。そういう対角線審判法の、まあ、メリットっていうのがありまして、それでですね、動いていくと。で、まあ、最近の、まあ、プロのリーグを見ていきますと、ちょっと気になるのが、真ん中を中心にした走りしかできてないんじゃないかなというふうにも思ったりするんですね。というのは、まあ、プロの試合ですが、当然スピードが速い。で、もう瞬時にこう場面が変わっていく。というのもあって、あんまりこう、広がってみるのは、まあ適切ではないんだと思われるんですね。で、また、その、プロの審判の世界では、リーグの世界だと、コミュニケーションシステムといったイヤホンとマイクがついたヘッドセットを使ったり、またフラッグに関しては、無線通信で主審に対してこうアピールできるっていう、そういう、まあ、機械のついた旗があります。ので、あんまり動かなくても、まあ、周りからのサポートも得られるし、というのもあって、あんまりその幅広い動きを、まあ、しなくても良いというふうな言い方もできるかと思うんですが、ただ我々のサッカーの、まあ、カテゴリーになりますと、よく指導を受けるのが、まあ、膨らんでみましょうと。まあ、膨らむって何かっていうと、まあ、腹心と挟んでみるっていうこともそうですし、また真ん中に寄りすぎると、選手のプレーの邪魔にもなってしまう。ということなんですね。で、こういったこともあって、対角線引きを意識しつつ、まあ、膨らんでみましょうというような指導を、まあ、よくされていました。で、この2番目のこの雑談に入っていきますが、先ほどの決勝戦もそうなんですけれども、まあ、日本対スウェーデン戦もそうですし、やはりまあ、当然体格の違いっていうのがあります。これはまあ、どうしても欧米とのやっぱり体格差は仕方がない。日本人の女性は非常にまあ、小柄であるということもあって、体のその、なんていうの、フィジカルの面で、まあ、だいぶ差があります。なので、非常にこう、パススピードを高めて、いかないと、なかなかこう、得点には結びつきにくいと。また、狡猾さ。まあ、ずるさもそうですし、非常にこう、なんていうんでしょうね、得点を取るために、いかに相手をこう、抑えるかとかですね。あとボールに対しての、まあ、時間の使い方とか、非常にこう、うまいんですね。で、ボールキーパーが持ったときに、まあ、基本6秒で離さなきゃいけないんですけれども、まあ、この6秒というのも非常にこう曖昧な、まあ、数字ではあります。まあ、趣旨は早めにボールを離して、ボールが動く機会を作ろうというのは趣旨なので、まあ、草サッカーレベルですと6秒6秒と叫んだりする方もいるんですけれども、まあ、趣旨はそういうことですので、いかにボールを動かそうというふうにするかというのがあるんですが、非常にこの海外の選手は上手いんですね、その時間の使い方が。そういったこともあって、やはり時間稼ぎと言われればそうなんですけれども、そういうのも含めた戦術が非常にこう、素晴らしいなっていうのがあります。試合運びに関しても、そうですね、やはりリードしてたら、どうすれば失点しないか、失点しにくいボールの運び方とかですね、キープの仕方とか、すごいなっていうのもあります。で、スペインに関しても、まあ、日本には負けましたけれども、非常に決勝戦では、すごい、うまい運び方をしている。パスもなんか日本並みに非常に回ってましたし、すごい、もう、感動というか、もう、納得な感じでしたね。これだけ日本がグループリーグで打ち負かしたのに、よく決勝でそこまで立て直して、優勝したなっていうのは本当にさすがスペインだなと。で、イングランドも非常にこう、なんていうんでしょう、負けん気があって、すごくいいプレーもしてたんですけれども、まあ、それ以上に、スペインの方が上手かったな、ということで、まあ、日本も今度は、パリオリンピックですかね、そこまで出場権を得て、ぜひ、借りは返していただきたいと、いうことで、期待したいと
持っております。残り1分です。で、次回がですね、まだその続きもありますが、主審の続きもありますけれども、その他の審判員ということで、今、副審、第4の審判員などに入っていきます。で、この番組ではですね、皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。で、FM 宜野湾のホームページで、ご確認いただいて、お送りいただければ幸いです。で、本日は以上となります。ありがとうございました。